人を怖がらせるようなことは言いたくないけど、これからものすごく天変地異が始まるんだよ。根拠がなくて言ってんじゃないんだよ。日本の半分は沈むって言われてんだよね。この地球に何回もそういうことが起きてんだよ。消滅させられるんだよ。ノアの箱舟の時でも何が神が怒ったかっていうと、感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。皆さんはノアの箱舟の話を聞いたことがありますか？堕落した人間の姿に怒った神が、唯一正しい人間だったノアに巨大な船を作らせ、その家族と動物たちの一つがいずつを船に乗せ、大洪水を起こし、他の人類をすべて滅ぼしてしまったお話です。まだ科学で検証されたわけではありませんが、世界の各地にこれとそっくりな逸話が残っていて、本当のことなのではないかと言われています。今回は、今現在進行形で進んでいる人類の意識改革と、意識改革の頃によく起こると言われている、天変地異、大きな災害のお話です。怖いと思われるかもしれませんが、そうではありません。これからどのような意識改革が行われるのか、そして起こるかもしれない天変地異を少しでも小さなものにするためにはどうしたらいいのかという大切なお話です。ぜひお話を聞いて大難を小難にしていきましょう。神様の話をしだすと、ずっと同じ話なんです。新しい話とか変わった話はないんです。なんでかっていうと、真理って一つなの。だから真理は一つだから、今日の話と明日の話が違うってことはないんだよね。で、今は魂の夜明けだから、新しい魂観念が生まれるのが21世紀から30世紀にかけてで、この1000年間で新しい魂の意識改革みたいのが起きるんだよ。ルネッサンスみたいなんだよね。革命が起きます。で、どういう革命かって言った時に、人間の魂は霊魂が不滅であるってことがだんだん分かってくる。それがいろんなところで証明されてくるっていうことね。20世紀まではね、非常にいろんなことを言ってるけどね、唯物論的思想が流行ってたんだよね。で、特に科学が発達した時、いつも神を信じない人はいたんだよ。いつも信じる人もいたんだよ。だけど、20世紀になって科学がずっと発達した時に、霊魂とかを信じる人がいなくなってきた。で、それはどういうふうに発見しても発見できなかったんだよね。証明ができないものはないんだってことになっちゃったんだよ。で、証明ができないのはあんたたちの探し方が悪いんだって考えられるんだ。なんでかっていうと、母がこう思うとかね、人が誰かを恋する気持ちってどんなふうに科学的に証明しようとしたって証明できないんだよ。だけど、親が子供を思ったり、子供が親を思う気持ちっていうのは、誰も感じるぐらいあるんだよ。ただそれを測定する機会がないんだよ。で、機械が測定できないからそれはないんだって、ということになると、証明できないものはないんだっていう、唯物論的思想になってくんだよな。ただそれが、対抗催眠だとか、それから、過去世を知ってる子供が生まれてくるとかね、いろんな形で証明されてきたり、で、うちが一生懸命証明しようとしてるのは、事実上、いろんなとこで条例をするんだよね。条例をすると、本当になんとの、バックブリッジしちゃうような女の人が出てきたり、男の声で喋ったりね、英語喋れない人が英語喋ってみたりとかっていう、浮遊霊という形の現象が出てくるんだよね。だからうちはうちで分かりやすい方法で奇跡を起こしてんだよ。そうすると、浮遊霊がいるということは、霊はいるんだよね。だって死んじゃって終わりだったら霊、浮遊霊はいないんだよね。で、浮遊霊がいるということ自体は、霊魂は不滅なんだよ。で、道に外れちゃったのが浮遊霊なんだよ。本当は天国行くか地獄行くか行って勉強するんだよ。で、勉強しない。で、ちょっと道にそれちゃって、なんていうの、学校行かなきゃいけないやつが途中抜けちゃっててさ、喫茶店でタバコ吸ってるようなもんでさ。そんなもんだよな。いるということが分かったとき、人はなんで何度も生まれるんだろうってことになってきたとき、人は何度も生まれてやり残したことを仕上げなきゃいけないんだ。それが魂の成長なんだよね。で、魂の成長っていうのは因果によって成長するんだよ。簡単に言うと、悪いことすると悪いことが起きる。いいことするといいことが起きる。
あのね、成長って言うと大きくなると思うけど、そうじゃないんだよ。まともになるんだよ。まともになるとは何ですかって言ったら、愛が大きくなるんだよ。で、愛も、最初は自己愛って言って自分のことを愛してんだよ。だから人のことをいじめてるやつも自分のことはいじめないんだよ。それが証拠に捕まりそうになって一生懸命逃げてんだよな。で、人のことを殺しちゃうやつでも死刑にはなりたくねえんだ。ってことは自分を愛してんだよ。そのうちに魂が成長してくると、自分も大切なんだけど人も大切なんだよなとか、わかるようになってくるんだよ。そのためには、人の足踏んづけてても自分は全然痛くないけど、今度は踏まれてみるとこんなに痛いのかって、お互い人の嫌なことはしなくなるんだよ。わかるかい？人の陰口とか悪口言ってるときはいいんだよ。結構爽やかだったりするんだよ。まあ爽やかなことはねえけど、気分が良かったからやってんだよなって。ところでさ、自分がね、陰口言われたり悪口言われたらどのぐらい気分が悪いかとかな。そういうことがだん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 わかるんだよ。それで、このカルマにしろダルマにしろ、今世やったことは来世出るんだよ。だから今世一生懸命いいことやってんのは、来世のためなんだよ。だからよくね、あんないい人がなんであんな苦労してんのって人もあるんだよ。そうかと思うと、あんな悪い奴がなんであのまま死んじゃうのとか、バチも当たんないで言ってけど、今世やったことは来世出るんだよ。ね、だから、なんで悪い奴だとか、あんまりなんていうの、俺が代わりに罰を与えてやろうとか思っちゃダメだよ。神はね、復讐するは我にやりて、我って誰ですかって、神、あんたらがやんなくたって、俺がやるからやんなくていいって。ね。で、何時報いを受けんって続きの言葉があるんだよ。何時報いを受けん。あんたがやるとあんたが報いを受けるから、神のやることに口出ししないの。わかる？なんでうちの上司は俺ばっかし怒んだって。自分が上役だった時にね、人のことばっかり怒ってたの。だからそれが現象になって出てくるの。で、そのことをわかると、前世やったから俺が怒られんだから、今日は随分刈り取ったぞと。要するに自分の蒔いた種を自分が刈り取るんだよ。だから今日は随分刈り取ったから収穫祭で、あの野郎ってなんで俺のことばっかりして恨み事言ってると、また悪い種まくんだよ。いいかい？悪いもの買って悪い種まいてたらずっと同じじゃん。それを因果が巡るっつって、ずっと因果が巡ってんだよ。どっかで悪いものを刈り取った後、部長、ありがたいお説教ありがとうございますとか、なんか言うとか、要は、これで因果が消えましたとか、何か、なんていうのか、神っていうのは常に、明るくて、愛があるもんなんだよ。だから相手がどんなに冷たい態度をとってても、こちらは明るくて愛のある種をまけばいいんだよ。わかった。だから今日は、だから毎日一杯飲むときは収穫祭なの。いい種も買ったし、悪い実も、あれなんだけど、常に俺たちがまかなきゃいけないのはいい種なんだよ。わかるかな？それで、新しい意識革命ってのは何ですかっていうと、みんなが、半信半疑を思うんじゃなくて、人は輪廻を繰り返すんだ。魂の成長として輪廻を繰り返すんだ。わかるかい？そのために最高の修行になる。自分の魂が成長しやすい親を選ぶ。で、成長しやすい兄弟ができる。非常に成長になる親戚がいるんだよな。で、そういうとこを選んできて、成長に、自分の成長しやすい国を選ぶんだよ。わかるかな？だから魂の成長のためにいろんな人がいるんだよ。20世紀の初めまで、ジャングルの中に人食い人種って本当にいたんだよ。それが石器時代みたく、鉄のものを全然持たないで、槍の先に石くっつけてる人が20世紀の初めいたんだよ。わかるかい？ってことは、そういうとこへ生まれた方が魂の成長になりやすい人もいるんだよ。さすがに魂も成長してきたから人間を食う必要はなくなってきたから、それは今世界になくなったんだよ。わかるかい？だけど、未だにね、独裁国ってあれ、王様と同じだからね。中には暴君みたいのがいるとこもあるんだよ。いろんなとこで魂は成長するんだけど、まあ、人類的にはだん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 いい方には向かってるんだよ。だから、どこの国に生まれるっていうのも実は、
どこに生まれたら自分の魂が一番成長しやすいか。だから世の中には不公平はないんだよ。なぜ私はこんな国に生まれたんでしょうって、そこが一番あなたに足りないものを補えるの。ただそのことを魂の成長だから、変なこと言うとおかしいけど、石器時代だって愛のある人はいたんだよ。文明はなくたって愛は出せるんだよ。江戸時代だっていい人いたんだよ。お釈迦様が悟り開いたんだって、2500年も前なんだよ。キリストが悟り開いたのは2000年前なんだよ。で、キリストは馬小屋で生まれたんだよ。お釈迦様は王子様なんだよ。で、生まれなんか関係ないんだよ。環境なんか関係なく、愛を出して神のお役に立とうと思った人間は、生まれ関係、環境に関係なく神のお手伝いはできるんだよ。わかるかい？俺だって今一生懸命神のお手伝いしようと思って頑張ってるんだよ。で、俺は経営者なんだよ。一番神事と縁が遠い経営者なんだよ。わかるかい？で、経営者だって神事はできるんだよ。それで、実のことを言うと、経営というのは、みんなすごく難しいように思うけど、この世のもの、この地球にある金だって銀だってお金だって、牛だって馬だって象さんだって、本当の持ち主は誰かっていうと、神が持ち主なんだよ。わかるかい？この世の全てのものは神が持ち主なんだよ。わかるかい？と、神がくれると言ったら絶対にくれるんだよ。だから何を言いたいんですかっていうと、自分のやってるこの仕事を神的に思うんだよ。で、神的に思って自分が経営をすることで、自分の身を養い、社員を養い、工場を養い、社会のお役に立つ。それから助けを求めてる人がいるじゃん。そういう人たちに愛と希望と安らぎ、要するに不安を与えないような生き方をしてると、不安を煽っても物って売れるんだよ。でも絶対に長続きしないんだよ。それでみんなが安心して生きられるような、人が求めてるものをちゃんと出してる仕事は神のお手伝いなんだよ。神のお手伝いに不況は絶対にないんだよ。わかるかい？だって神の仕事に不況なんかがあるわけがないんだよ。だから事実上ね、うちも仕事をしてるんだよ。で、こういうのを俺がどうして奇跡が起こせるんですかって言うと、奇跡は自分の死を高くするって言うんだよ。死を高くするっていうのは目的を高くするんだよ。わかるかな？坂本龍馬というのがなんであんだけ奇跡を起こしたかっていうと、昔は藩っていうのは土佐藩とか自分の国を指してたんだよ。国っていうのは自分の国だったんだよ。わかる？会津藩は会津だったんだよ。ところがその時に坂本龍馬は日本国家のことを考えたんだよ。だから死が高かったんだよ。わかるかな？意思が、要するに誰のために尽くすかが違ってたんだよ。で、一人さんが曰くね、死が高いというのは高い山。はい、高い山から水流さない限り行き渡らないんだよ。要するに水は高きには登れないんだよ。それと同じように俺たちもどこから始めるかなんだよ。で、俺が言ってんのは、俺は雨の水上主様のお手伝いをしたいということで頑張ってるんだよ。そう、神様のお役に立ちたいという以上の高い死ってないんだよ。で、まして今はやっとね、21世紀は魂の夜明けで、本当の魂に目覚める時なんだよ。で、俺は20世紀も見てきたし、21世紀も生きてんだよ。またげる人って難しいんだよ。千年周期なんだよ。で、今やっとみんなが魂に目覚める時に何を教えたいんですかって言った時、人は輪廻をするんだと。で、因果は絶対に、親の因果は出ないんだよ。わかるかな？ついてる神社に来た人がね、悩みがあるとか、何に悩みがあって言ったら、娘さんがね、結婚したいっていうのを反対したらしいの。で、取りやめになったのね、何年か前。だけど、それから娘はね、
すごい勢いでふてくされて、でもうあんた好きな人と結婚していいよって言って、今更できないとか、もう30過ぎたとかいろいろ言うらしいのね。で、結婚したいって連れてきた人が、いきなり黒人の人を連れてきたから、そのお母さんとしてはびっくりしちゃったらしいんだな。と娘にすれば親が反対したからって言うけど、そうじゃないんだよ。いきなり、心の準備もできる前に黒人の人を連れてくるような娘を作ったのがあんたの因果なの。だから、で、その娘の方は、わかる？親に反対されて別れるような因果なの。だから簡単に言うと、その娘は自分が親の時に身分違いかなんかの人と恋をした娘かなんかの無理やり引き剥がしたの。わかるかい？それが今度、今は日本には身分っていうのがないから、いきなり人種差別みたいな形で出てくるんだけど、やったことは同じなの。だからお互いに人のせいにしてるけど、娘がって言ってるけど、娘の問題じゃないの。そういう、親にずっと逆らうような娘が出るってことは、前世でそういう娘だったの、そのお母さんは。で、そのことが分かれば、ものすごく早くお互い解決するし、娘に困らせながら、だから一生送るお母親もバカバカしいし、親に逆らいながらずっと生きてる娘もバカバカしいんだよ。だから魂の夜明けにいろんなことが起きるからな。そういうことを教えられるものがあったらすごく楽なんだよね。それで、俺たち発光の戦士やなんかっていうのは、そういうことが分かって神様のお手伝いをするんだっていうことなんだよ。あのね、売り上げ上げたいんだとかってこと、売り上げは勝手に上がるの。なんでかと、必要なだけくれるの。で、神は神に必要なだけくれるの。実のこと言うと、俺すごい大金持ちだけど、俺こんなに使わないほど大金持ちなの。で、さらに大金持ちになるの。なぜかっていうと、俺が大金持ちになることが神に必要なの。事業家の中でも、神的に商売すると、こんだけ豊かになれて、不況も関係ないってことを教えなきゃなんない。定めなの。わかるかい？それで、今ね、1000万いっちゃったとかっていう人は、みんなのお役に立つような、こういう、なんつうの？先生やってるよとか提供してるの。で、その人は何をしてるかっていうと、お客さんを増やそうと思ってやってんじゃないの。全国にいるひとりさんの仲間に知らせなきゃいけない。ひとりさんが手を挙げたことをね、神事をやると言ったことを知らせなきゃいけないというつもりでやってるの。あのね、お金のために動くのやめな。お金が欲しい、お金が欲しいっつって入ってくんだったら誰でも金持ちだから。そんな風にはいかないんだよ。で、なぜ奇跡が起きるんですかって、神がそこに奇跡を必要としてるからなんだよ。で、神が必要とした奇跡を起こすんだよ。で、その人は、発光の戦士みんなに役立つことをこういう先生やってるよとか教えてくれたりするんだよ。その結果またあっちこっちで奇跡が起きるんだよ。わかるかい？あのね、神はその人に必要な分だけのお金をくれるの。で、必要とは何ですかって、世間のお役に立ち方なの。世間のお役に立てば立つほど入ってくるようになってるの。みんな、前世にろくでもね、因果積んでんだよ。ね。だって今だって未熟なんだから、何も100代前なんかひどいことになって、決まってんだよ、そんなことは。だけどね、もしね、因果を、全部消せなくても半分にしたいとか三分の一にしたいって言うんだとしたら、火を高くして神様のお手伝いしな。で、神様のお手伝いして絶対損になることはないの。神様のお手伝いしながらね、生活が苦しくなるとかありえないの。わかる？心も豊かになるの。人間関係も良くなるの。それにいいに決まってるの。決まってるから魂の夜明けなの。ただ夜明けに気づいてない人がいるの。夜は明けてるのに自分だけ目をつぶってるの。心の目はつぶってんの。で、そう、なぜつぶってるかというと、法に接しないから。法とは教えなんだよ。こういう教えに接しないと、目が開かないんだよ。わかるかい？で、目が開かない人はこのまま因果を作り続けるんだよ。で、解消しないで、なんでだろう、なんでだろうって言って、因果にあってはまた因果の種をまくんだよ。で、なんでだろう、なんでだろうっていう、この無限地獄から解放しなきゃダメなんだよ。で、人を怖がらせるようなことは言いたくないけど、これからものすごく天変地異が始まるんだ
で、この天変地異っていうのは必ず人の持つ悪い想念なんだよ。あのね、人間は魂的存在なの。肉体を持ってるけど、本当の姿は霊魂なの。で、この霊魂から外れた生き方ってのは、体しかないから物質の世界なんだっていう、あんまり利己的なことばっかり考えてると、ものすごい天変地異が起きるの。で、これはやめなきゃいけない。で、俺たちが一人でも二人でもいいから安心の波動を出すの。神を信じる、安心する、心配するのが当たり前のような、それからテレビでもなんでも心配することバンバンやるの。悪いことをすれば悪いことが起き、いいことすればいいことが起きる。そういうの一切無視するんだよ。学校でもなんでも一切教えなくなった時、少年犯罪からなんか犯罪がだんだん子供が、青少年を守ってやんなきゃいけないってか、その守ってやんなきゃいけない青少年が一番暴れたりしてんだよ。で、それって何ですかって言うと、この世は楽しく生きたら、要するに、この世のことしか、今のことしか考えてないんだよ。前世があることも過去世があることも一切無にしちゃったら、強い奴は弱い奴いじめても、そいつから物取っちゃってもいいんだってことになっちゃうんだよ。で、わかるかい？どんどん悪いことしようがね、法律にさえ触れなければ、道義が悪かろうがなんだろうが金儲けしちゃえばいいんだなんだよ。本当は俺たち働いたら、働いた分税金納めて年寄りが生きられて道路作って小学校作ってって、起業家はそのためにやんなきゃいけないんだよ。それを1円でも払わない方が得だから、それってあんたの会社のことだけ考えてんだよなって。で、必要もない保養所作ったり、必要もない土地買って節税だって喜んでるけど、そういうの長続きしないんで、不況が来たら一発なんだよ。うちはちゃんと税金払ったりなんかちゃんとしてやってるけど、不況なんかないんだよ。この世のものは全て神が持ってるもんなんだよ。神がくれると言ったら絶対にくれるの。わかるかい？必要があろうがなかろうが、そんなことはどうでもいいの。神様のお手伝いをすると全然違ってくるの。あのね、悪いことは私毒だじゃないの。今世出ないだけなの。来世に出るの。死んですぐあんた地獄に迎えが来るから、悪いことしてるやつは地獄行くの。で、そういうことを、すべて嘘のような教育をしてるけど、情緒教育だとか、なんかわかんないけど、勉強の時間を減らしたらいい子ができんじゃないかと。できるわけないだろ。大体サボってるやつ勉強なんか鼻からしてないんだぞ。ね、そういうやつにゆとりを与えたって、あの、言ってることがおかしいんだよ。あのね、俺たちは魂的生き物なの。肉体は召使いなの。あの、召使いが天下取るような生き方はおかしいの。で、そんなことやってると、それがうーんとしなくなってくと、ノアの箱舟の時でも何が神が怒ったかっていうと、みんな個人個人のことを考えすぎるの。起業家だろうが何だろうが、企業だって社会に対する貢献っていうのがあるんだよ。あんまり利己的なことを各自で考え出すと、消滅させられるんだよ。この地球に何回もそういうことが起きてんだよ。で、もう一回これを起こすのか、やめさせるのか、もうそろそろ考えなきゃいけないんだよ。アトランティスが浮上するとか、大騒ぎしてるが、アトランティスが浮上したらどっか沈むんだよ。あのな、全部が浮き上がるってことはないんだよ。この世の中の法則で、100万坪浮き上がったらどっかが100万坪沈んでんだよ。俺たちは地球、俺は日本担当だから言うけど、あの、昔から日本沈没とかって話が出てくるたんびに言うんだけど、根拠がなくて言ってんじゃないんだよ。日本の半分は沈むって言われてんだよね。で、人を脅かすようなことは言いたくないけど、日本の半分は沈めるわけにいかないんだよ。冗談じゃないんだよ。波動を変えればいいんだよ。それでその波動を変えることが一番幸せで一番楽しい生き方なんだよ。人の魂は不滅なんだよ。なんで不滅なんですかって言ったら、魂が成長するため。悪いことをしたやつは必ず来世に出るの。で、いいことしたのも、だから絶対にそういうのはないの。で、俺たち、帳消しの機械って言っちゃおかしいけど、今神様が必要としてるの、発行の条例を広めたいの。この教えを教えたいの。だから神様のお手伝いをすればいいの。だから俺も神様のお手伝いをするの。そう、来る人も聞く人を集めるんじゃないの。
聞く人を一生懸命集めましょうとか、俺宗教団体みたいな話してんじゃん。本物は向こうから来るんだよ。だから、たった十何人で始めたものが何ヶ月で、ね、今2000人が入れないでどうしようって言ってんだよ。神事とは、嫌がってる人の中夜打ち朝掛けして説得するような代物じゃないんだよ。始めればいいんだよ。この偉大な事業に参加させられ、していただけるね。させていただける俺も幸せ。みんなも幸せなんだよ。で、そのことが分かる人だけでやればいいんだよ。で、分かる人だけで足りるんだよ。もし誰も分かんなかったら俺一人でやればいいんだよ。俺たちはもう少しさ、大きい死を持って仕事しよう。そしたらさ、こんなちっちゃいさ、マルカンってこんなちっちゃい会社でもね、こんだけのことができるんだよ。いいかい？イエス・キリストは馬小屋で生まれたってあんだけのことができたんだよ。だから、場所の問題じゃない。どのぐらい高い死を持ってるかな。で、俺も一度こうやって動き出した以上、雨の皆神主様という人のお役に立つために頑張るの。で、何をしたいかっていうと、一点、魂の夜明けなの。だ、今から千年かけて、科学的にも全ての面で、人が輪廻転生することが分かる。地球は平らだと思ってたんだよ。でも今丸いってことが分かったんだよ。その前は地球の周りを太陽が回ってると思ってたんだよ。だけど今は太陽が回ってると思ってるやついないんだよ。だけど、それがみんながね、人は輪廻転生するんだ。それから因果は自分がやったことが起きるんだ。今世やったことは来世のためなんだ。ね。それから高い意志を持ってみんなに尽くそうと思った時、その人に奇跡が起きるんだよ。定めが変わるんだよ。わかるかい？普通の人と同じこと考えてると普通のことしか起きるわけないんだよ。私には奇跡がなぜ起きないんだよ。起きるわけねえよ。と普通のこと考えてんだ。普通で十分だろうって。機会も与えられないよ。だけど、神様のお役に立ちたいと思った時にそういう現象が起きてくるんだよなって。わかるかい？みんなもせっかくだからね、こういう機会に接せられたってこと自体が神の恵みだと思って頑張るし、俺も頑張る。で、そのためにお弟子さんなりみんな縁をいただいたんだよな。で、この話を聞いて、間違ってここに来ちゃったと思う人はよそ行きな。本当に。指導者はいろんな人がいるから。みんな自分の進むべき道を進もう。以上です。感謝してます。20世紀には科学が発達し、見えないものはないという考え方が主流になり、霊魂の存在も生まれ変わりも否定する人が多い時代でした。教育の中でいいことをしたらいいことが起きる、悪いことをしたら悪いことが起きるなどということも教わることはなく、前世や来世があることもわからず、今が良ければいい、今楽しければいい、お金が稼げればいい、悪いことをしても法律にさえ触れていなければ大丈夫、人を陥れても問題はない、税金をごまかしてもバレなきゃいい。みんながそうしているし、誰も見ていない。何も問題はないじゃないかという考え方にさえなってしまいました。けれども神様はちゃんとそのことを知っています。神は知りながら限界までは、人間が悪い種をまき悪い因果を作り、刈り取りながらまた悪い因果を作ることや、人を呪ったり蔑んだりいじめたり、個人の利益ばかり追求する姿を見ていますが、神が新しい時代を作ろうとされた時には、一回不要なものを消滅させてしまいます。人類はもうすでに何度もこのようにして滅ぼされているのですが、時間が経つとまた神の存在を忘れてしまって、我欲に走り、利己的な生活に戻ってしまいます。21世紀から30世紀にかけて、人類は大きな転換点を迎えています。昔から信じていた人もいますが、これからしばらくの時間をかけて、人間の本来の姿は霊魂で、輪廻転生をして、何度も肉体を持ち魂を成長させていることが明らかになっていきます。すべての人が、霊魂が不滅であることや輪廻転生を信じ、神様がいることを信じるようになっていきます。
地球が丸いことや太陽の周りを回っていることが証明されたように、前世があり、今世があり、来世があることが科学的にも証明されます。自分の因果は自分で刈り取る必要があることや、悪いことをしたらその因果は来世に出ること。私たちは神様の分け御霊をいただいて生きているので、神様の意に沿った生き方をする必要があることが当たり前の考え方になっていきます。しかしこの変革の時期には多くの天変地異が起きています。神様が新しい世の中を作るために、いらないものを断捨離されるからです。少し怖い話になってしまいますが、日本も決して例外ではないというお話がありましたね。ひとりさんたちが今いろいろなお話をしたり、発光の除霊などをして奇跡を起こしているのは、神様がいることを証明するため、人がもともと霊魂であることや霊魂はなくならないこと、人が因果によって魂を成長させているので、自分の因果は必ず自分に出ること、今世の因果は来世に出ることを知らせるためです。また経営者としてもお金のために働くのではなく、世間のお役に立つこと、人のためになる仕事をしていれば、神様はちゃんと見ていて、お金は神様が与えてくれることを分かってもらうためです。志を高く持って神様のお手伝いをしているのです。私たちもそのような魂の夜明けを生きている一人として、考え方を変えていくことが大切です。お話の中に波動という言葉が出てきましたが、波動はすべてのものから出ているエネルギーのことです。人間は肉体を脱ぐと、このエネルギーだけの存在になりますが、重いものは下へ、軽いものは上へ自然に導かれていきます。生きている人間でも、恨み、そねみ、妬み、愚痴、泣き言、心配などがたくさんある重い波動になると、人や周りの環境に悪いものを撒いているのと同じです。私たちの持っている思い、強い想念はエネルギーなので、周りに影響を与えてしまいます。この重たいエネルギー自身が人だけではなく環境を破壊します。神様は愛と光と忍耐なので、自分とあまりにも違ってしまった重たいものを好みません。逆にこのような重たいものを手放して、明るく軽く愛と光と忍耐で生きていこうとすると、神様にとても愛されます。テレビやネットでは今、天変地異や食糧難など怖い情報に溢れていますが、怖い怖いと恐れたり、心配を募らせたりするのは逆に波動を下げてしまう行いです。水の中に入って力むと体が沈んでしまうように、恐怖は心を重くします。恐れすぎてもよくありません。多少の備えをしたらあとは神様にお任せして、神様を信じて安心して、軽く明るく生きていくのがいいのではないでしょうか。そしてこんなお話を聞いたのも一つの縁と思い、できるだけ大きな志を持ち、人のお役に立てる生き方ができたら、これから来る新しい時代の波にも、スイスイと乗っていけるかもしれないですね。毎日笑顔で過ごしていきましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。